どうも、横須賀生活です。どうも。今日は仕事で東京に行くので、なんか食べます。イエイ。はい、一仕事を終えてきまして、東京に降り立った状態でございます。はい、こちら、東京ミッドタウン八重洲。八重洲できたばっかりのね、新しい施設でございます。まあいかにも東京じゃないですか。はい、こちら後ろにありますのが尿管結石のオブジェと言われておる痛そうアイテムでございます。じゃあね、まだ仕事は残っておりますが、一旦現在昼休憩の時間でございますので、お昼ご飯を食べに行きたいと思います。お昼ご飯は、我々が沖縄で発見をしてこよなく愛しているあのお店に行きたいと思います。はい、意見あるかな。そう、地下に降りておりますよ。地下です。八重洲の地下にはすごいいろんなお店が広がっておりますので、おすすめでございます。その中でも特に我々の行きたいお店、さあこんな感じでね、おしゃれなお店がたくさん並んでおるわけでございますが、ね、オフィスの下にこんなエリアがあったらいいです、ね、いいですね。で、そこではそういうのなかったかな。なかったなかった。あれは新橋演舞場とかにありましたんで、もう何もなかったですな。なかった。さあ、ありました、あちらでございます。ポーと書かれたこちらのお店、ポーク卵おにぎり、ポー玉本当に卵とスパムとご飯、海苔っていう、まあなんかシンプルなアホみたいな食べ物ですけど、これがめちゃうまい。めっちゃいいんですね。これはね、我々沖縄行ったら絶対食べますから、この八重洲でも食べたいと思います。よし、行きましょう。何もなかってきた。はい、ゲットゲットゲット。じゃあと食べれるスペース行きましょうかね。食べるスペースも一応このミッドタウン八重洲には用意されてございます。はいよ。待つ？うん。カード使わないなと思って。おーい、八重洲パブリックみたいなところがあって、ここでまあ自由に飯を食っていいと。いいですね、こういう場があるのは。はい、じゃあいただきましょう。ましょう。こんなんでございます。私のはエビタルというもので、通常のスパム卵にエビフライが乗ったやつ。はい、なんか上がり方がちょうど可愛いんです。いいんです。いい色合いだね。ガッシャーなったけど。ちゃんとして。いただきます。はい、うまい。イエイ。私が選んだのはこちら、ゴーヤの天ぷら。ゴーヤっていうのはいかにも沖縄っぽくていいですな。いいですな。沖縄を感じるぞ。いただきます。はい、沖縄弁で感想を。マシンさん、今沖縄の人をすごい敵に回したよね。小バカにしたね。マシンさん、しまえた方が。そっちの方が絶対正しいし。うましいさってなんやねん。春日さん入ってるやん。うまいね。はい、お仕事終わりました。はい、疲れた。じゃあ夜ご飯食べに行きます。よし。さあ、夜ご飯は再び、八重洲ミッドタウンの地下1階へと向かっておきますよ。ですよ。気になってたお店だな。そうそう。下から嘘じゃない。うん、そうだね。ないよ。でも撮っとくか。さてさてさて。朝も撮ったばかりすな、この道は。
見たことある景色だろう。朝を通ったばっかりかもしれんけど、この視聴者はもう1分前に見た景色や。せやな。ほんまに。こちらがですね、ポータマーでございますね。めちゃめちゃうまかったぜ。みんなもぜひ食おうな。うん、いいっすよ。沖縄行った時にもぜひ食べてください。ね、雨びれでな。びれで。え、すいません、ありました。あれですよ。我々の目的地。なんて読むんですか。花丸寿司。立ち食い寿司でございます。いいですな。ここよく行列してるから、ちょっと今のタイミング狙い目やね。よし、行きましょう。ちょっと動いてる。そうじゃね。うまそう。ねえな。締めそう。ゴリ。あります。皆さん。めっちゃうまい。やった。メリークリスマス。美味しかった。味が超美味しかったよ。超うまかったな。仕事は大変で、もう眠たいし疲れてしんどいんやけども、こういうのが食べれるから、まあ、東京は来る価値はあるわな。そうだね。仕事も頑張れるわな。横須賀にはやっぱり絶対あの店は来ないので、そういう意味でやっぱり東京は素敵ですね。はい。なので明日もここでお仕事がございます、ので明日も行きます。はい、また寿司食うぜ。メリークリスマス。季節外れ。いや、メリークリスマスじゃないか。かっこありがとうございました。はい、じゃあねー。